どうも、大悟です。というわけで皆さんお待たせしました。ですね、今月結構大好評でやっておりますですね。ADHD のですね、メリットという放送をですね、いくつかやりまして、ADHD の人にね、特有の能力というのがあって、この能力をですね、活かせる仕事をちゃんと選べたら、ADHD の人でも、ADHD じゃない人と同じ、あるいはそれ以上にですね、成功できるんじゃないのっていう ADHD という才能の活かし方ですね。この動画をですね、やって結構大好評だったんで、今回はですね、今日の夜9時からですね、の放送は、ADHD は、まあ、ちょっとひとまずお休みで、一応 ADHD の放送も概要欄、またコメントの方から見れますんで、よかったらね、今なら20日間無料の D ラボからチェックしてもらいたいんですが、今晩のですね、放送はですね、ASD です。はい。いわゆるアスペルガー症候群とか、自閉症スペクトラム、っていう風にですね、呼ばれる、症状なんですけれども、これがですね、実は人間の進化の過程で残った才能、あるいは人類の進化なのかもしれないよっていうちょっと面白い研究を、南カリフォルニア大学の研究からご紹介したいと思います。やっぱりアスペルガー症候群とかちょっとアスペルガーっぽい人みたいな風によくやる人っていると思うんですけれども、なんかちょっと空気読めないみたいな、なんかこう思ったこと全部言っちゃうみたいな、それってすごい人間、今の人間社会だと生きづらそうに見えますよね。ところが実際は、なんでじゃあ ADHD とか ASD とかって残ったかっていうと、あれ病気っていうよりかは、あるですね、環境下ではすごく有利な特徴になるんです、ADHD も。だから、特定の仕事では有利になるんですが、ASD、自閉症スペクトラムですね、アスペルガー症候群も同じだよね。じゃあどんな能力が隠されてるのってことをですね、今日の9時からのですね、9時過ぎからのですね、Dラボの方で、詳しく解説したいと思いますんで、興味ある方はぜひ番組の概要欄、またはですね、この動画のコメント欄、ぜひチェックしてみてください。アスペルガーの人って、なんかね、疎まれることが多いんですけど、特定のね、領域に入るとすごい能力発揮するので、ほんと活かし方次第なんですよ。僕もね、いつも言ってますけど、僕も協調性が異常に低くて、全体人類の下位 5% ぐらいのね、位置にいるんですけど、だからこれね、僕いつも言ってる人は、協調性が低いことに病名がついてたら、僕多分病名ついてますと。そう、でもね、幸いそういう病名はね、ついてないだけで、だからね、ADHD の人とか ASD の人も、なんだろう、まあ診断名がついてしまってはいますが、よほど重度になったらね、多少の治療必要かもしれませんが、そうじゃなかったら普通に才能として生かしていけばいいんじゃないのと、普通の人と同じようなことをすると逆に苦労しちゃうからもったいないから、じゃあどうやって生かすのかを紹介しようということで、今回行っていきたいと思います。今日のですねワインはちょっと特別なワインで、あれ最近飲んでるサロンじゃんと思った方いらっしゃると思うんですが、これね1985年なんですよ。はい、85なんですが、めちゃくちゃ古いサロンで、見てください、もうほとんど合わないんですよ。はい、で泡が抜けたシャンパン、わ、濃いね。泡が抜けたシャンパンなんか美味しいのかっていうふうに言う方時々いらっしゃるんですけども、実はですね、シャンパンってすごくね、いいシャンパンっていうのは、すごく美味しい白ワインを作って、そこからそこにですね、炭酸を発生させて、シャンパンに変えてくんで、熟成したりとかして、したですね、白ワインとほとんど同じような味になるんです。年代が経つとね。じゃあ白ワインでいいんじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですが、まあ、それはそれで、ね、シャンパンの酵母っていうのは独特な香りがあるので、それで僕結構好きでこんなの飲みます。うまい。ああ。でもほとんどでもやっぱ泡はだいぶ落ち着いちゃってますね。完全ゼロじゃないんですけれども。サロンは結構おすすめです。はい。というわけで、今回の研究なんですが、実はですね、この自閉症スペクトラム、ASD ですね、アスペルガー症候群は、狩猟採集型の社会では超優秀だったんじゃないのっていうですね、そういった面白い研究があります。はい。南カリフォルニア大学の研究なんですが、過去のですね、アスペルガー症候群、自閉症スペクトラム、に関するですね、研究をレビューしまして、狩猟採集民、で、いわゆる農耕社会ではなる前の時代では、実はこの自閉症スペクトラムっていうのは、有能な狩猟採集、能力がある人として、重宝されていたんじゃなかろうかっていうですね、そういった研究なんですね。はい。で、これまあじゃあ、でも今は狩猟採集社会じゃないからじゃあ意味ないのかって、そうじゃなくて、今の社会の中でも、その狩猟採集民的な、いわゆるこう、狩りをしたりとか、木の実を拾ったりとかする、まあいわゆるこう、原始人的な、生活、昔ながらの生活ってあると思うんです。今でもほら、地方の辺境の部族とかやってるような生活ですね。そういう生活ではですね、ASD、自閉症スペクトラムが有利だったんじゃないのって話なんですが、そうすると逆に今の仕事でも、この狩猟採集民とか、こういう能力あった方が有利になるような業界ってあるんですよ。だからこういった有利になる環境を調べれば、それが皆さんの仕事とか生活に適応できるので、なので、いや、俺たち原始人の社会じゃねえからって思う方もぜひ最後まで聞いてみてください。実際にですね、このレビューでいくつか、
ASD、自閉症スペクトラムのですね、方のですね、メリットというのが見つかってまして、これをですね、ご紹介します。まずは一つ目です。自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群 ASD ですね、に関わる遺伝子のいくつかは、孤独な環境でも効率的に行動力を生み出すっていう、そういう性質を持ってるということが分かってるんですね。だから要するに、普通はね、みんなってこう、群れをなしたりとか、自分一人になっちゃうと、やっぱり行動できないと。群れの中で、こう、周りとこうね、こう、なんだろう、こう、意見を交わしたりとかして、足並み揃えてやってくってのがアスペルガーの人は苦手じゃないですか。でも逆にアスペルガーの人は孤独な環境になっても、要するに自分だけが違う行動を取ったりとかできるわけですよ。でこの結果、じゃあみんなが同じ行動をしてたらどうなるかっていうと、例えばそれで何か事故があったりとか、なんかね、あの病気が蔓延したりとか、飢餓が起きたり飢饉が起きたりとかしたらみんな死んじゃいますよね、部族がね。でもその中にやっぱり空気読めない人って言い方あるんだけど、こう孤独な自分が一人ね、こう集団から離れて孤独になってもちゃんと行動を維持できる人、大丈夫かなって不安にならないで、俺死んじゃうからなんか何が悪いんだみたいな風に行動できる人っていうのは、そのおかげで孤独な環境でも戦い抜くことができたので、だからそのあのアスペルガーとか、いわゆるそういった ASD ですね、これを生み出す遺伝子が維持されてきたんじゃないかというふうに言ってるわけです。要するに他の人と違うことをすることによって、その集団が万が一のことがあって全滅しても生き残ってきたと。だから一定数の、自閉症スペクトラムの人っていうのは、人類に必要なんだと。だからそういうふうな進化の過程として残ってきたと。で言ってみればちょっと面白いですね。孤独な環境でも効率的にですね、行動力を生み出せる、能力っていうのが、自閉症スペクトラムの人の特徴なのであれば、変にみんなと群れようとか思わないで独自の路線を貫くとか、他の人ができない、あるいは他の人が怖くてできなかったりとか、他の人が思いつかないような切り口でビジネスとか仕事をしたら成功する可能性あるよって、そういう話なんですよ。そうだからまあ僕は多分ね、アスペルガーではさすがにないと思うんですけれども、ちょっと僕も診断したことないので、どちらかというと ADHD の方が強いかなというふうに思いますけど、まあ協調性が非常に低いっていうのはですね、あるんですけれども、これ多分性格の問題だと思いますが、だからそういう意味では。個人で戦う、個人の能力が重要になるような、そういったですね、仕事の場合は、SE の人っていうのはですね、結構能力を発揮する可能性があるよということがわかるわけですね。続いて二つ目のポイントは、自閉症スペクトラム ASD の人っていうのは、空間的知性、いわゆる空間をこう把握したりとか、空間を何かこうね、いじったりする能力ですね。この空間的知性、そして集中力、で、記憶力、などがですね、こう、普通の人よりも高いというですね、アドバンテージがあります。で、これは代償的アドバンテージって言って、他の能力が低い代わりにその能力が高くなるって性質なんですよ。だから空気読んだりとか、普通の人と同じようなですね、コミュニケーションとかできないかもしれないけど、その分空間能力に長けていて、集中力があって、記憶力が異常ってですね、もう何だかわかりますよね。孤独の天才みたいなですね、そういった能力っていうのが、自閉症スペクトラムにはあるんじゃないかというふうに言われてるわけなんです。で、これも、さっき言った通り、狩猟採集社会では結構役に立つ能力だったと。要するに、狩りをする場合っていうのは、まあ、集団でする場合もありますけど、やっぱり集団をね、ね、引っ張るリーダーとか、まあ、一人だけその能力が高い人ってやっぱりいるわけですよ。で、こういう業界の状態では、空間的なね、把握能力とか処理能力が高くて、集中力や記憶力が異常に高かったら、やっぱり狩りうまくいくじゃないですか。で、やっぱりね、ワンマンで戦う場合に関しては、やっぱりこのね、自閉症スペクトラムとか ASD っていうのは、非常に強力な能力になるということがここでもわかるわけですね。そして三つ目のポイントです。三つ目のポイントは、自閉症スペクトラムの、人はですね、脅迫的かつ反復的な行動を取るということがあります。まあ、要するにずっと同じことやっちゃうみたいなね、ありますよね。脅迫的かつ反復的な行動をするんだけど、この傾向って実は、狩猟採集、狩りをしたりとかする時のスキルとかですね、の向上とか、学習とか洗練に役に立ったっていう風にですね、考えられると研究者は言ってるわけで、要するに同じことを何回も何回も反復してやるから、その結果狩りがめちゃくちゃ上手くなるわけですよ。で、冷静に考えたらそうですよね。だってこう弓矢とかさ、当てる力とかもさ、ね、何回も何回もさ、この指輪をさ、こうなんか練習するとあんまりいないじゃないですか。普通に考えたら当時はやっぱね、その弓矢だけではですね、こうどうかなとか、一個のことに集中するのはどうかなって思っちゃったりとか、普通に人間関係と大事にするんですが、自閉症スペクトラムの人ってのはこうハマったらもうそれを結構やるので、脅迫的かつ反復的な行動をするんで、もうひたすらもう一日中も弓矢の練習をしまくるわけですよ。でその結果誰よりもその弓の能力が上がっちゃって、結果的にそういう風なこう特定の能力、単一の能力を洗練したりとか学習したりする能力っていうのは。スキルっていうのは、高いんじゃないのということが言えるわけなんですね。はい。だから結構ね、そういう意味で言うと、こういった特殊な能力、普通の人と同じようなことを狙うっていうかは、ASD、アスペルガー症候群の人たちが持っているような、こういった行動をですね、ちゃんと、活かせるようなですね、業界に行けば、
他の人も抜きんでられるんですよ。だからそういった方法を今日はご紹介しようということで、今日9時からの放送ではですね、さらに詳しくですね、ASD がね、持つですね、8つの特殊能力というものをですね、解説していきたいと思います。ASD、アスペレガー症候群とか、自閉症スペクトラムとか、こういったですね、症状っていうのが実は人間の進化の過程で得られたもので、ASD の人たちが持ってるですね、8つの能力というのがありまして、これを上手に活かしていけば、普通の人よりもむしろ成功できるんじゃないのと、そういう自分のですね、活かし方、ASD の活かし方をですね、今日のですね、続きの動画では、続きの放送で解説します。今日、9時ぐらいから、配信予定です。概要欄のですね、ぜひですね、今なら20日間無料で見れます。D ラボの方からチェックしてみてください。概要欄とコメント欄の方に、20日間無料の、リンク入れておきます。ASD の持つ8つの、特殊能力、ぜひチェックしてみてください。そして今日の無料のオーディオブックなんですが、結構このアスペルガーとか、ASD の症状がですね、強くて悩んでる方いらっしゃると思うんですが、こういう方は認知行動療法とかを使うことによって治療したり改善ができるんじゃないのっていうふうに言われてます。で、認知行動療法って言ってやっぱりマインドフルネスと切っても切り離せないので、僕の書いた本、究極のマインドフルネス、これをですね、今日はおすすめの無料のオーディオブックとして、ご紹介していきます。無料ってどういうことと思う方いると思うんですが、実は Amazon でですね、今ですね、この僕の本のですね、このオーディオブック版があるんですが、この本のオーディオブックは今なら無料で聞けるキャンペーンをやっております。この動画の概要欄の方からですね、無料のリンク、貼っておきますんで、そちらからぜひ無料で、僕のですね、オーディオブックチェックしてみてください。で、あとアスペルガーに関するですね、おすすめの本もですね、概要欄の方に入れておきます。さっき言った通り、認知行動療法っていうのが、まあ一番そのアスペルガーの軽減だったりだとか、改善に役に立つんじゃないのっていうふうに言われてますんで、一応認知行動療法の本に入れておきます。ちょっとね、専門的ではありますが、いい本です。一つ目のおすすめの本が、成人アスペルガー症候群の認知行動療法という本ですね。これぜひチェックしてみてください。概要欄に入れておきます。で、あとは、お子さんが ADHD とか、なんだろう、アスペルガーとかだったりするんですけど、どうすりゃいいですかみたいな、いう質問もね、よく来ますので、子供と、ASD、ADHD に関するですね、本も概要欄の方におすすめの本として入れておきます。二つありまして、一個が自閉スペクトラム症の子供のための認知行動療法ワークブックですね。これは子供と一緒にできるですね、親御さんができる、認知行動療法のテクニックがまとまった本になります。結構使いやすいと思います。で、もう一個が SST って言って、ソーシャルスキルトレーニング。まあ、要するになんかアスペルガーのことが ADHD のことが、結構同性とのコミュニケーションが難しいという風になっちゃう方とかいると思うんですが、まあそういった、まあ、ソーシャルスキル、コミュニケーション能力とは人間関係を作るスキルを、育てるための本ですね。これが二つ目の、子供と ADHD、ASD に関するですね、おすすめの本として入れておきます。こちらも概要欄からチェックしてみてください。あとは恋愛と結婚ね、男性目線からの本と女性目線からの本があります。はい。一冊目のですね、本が、夫がアスペルガーと思った時、妻が読む本。つまり、自分のパートナーがアスペルガーなんじゃないかなって思った女性の方が読むべき本ですね。これね、結構ね、女性目線からのですね、考え方もね、本ふんだんに含まれているので、ぜひですね、概要欄のですね、恋愛結婚と、ASD、の本から、おすすめからぜひチェックしてみてください。で、あと二つ目の本が、アスペルガーの男性が女性について知っておきたいことですね。はい。これはですね、女性がアスペルガーかなって、アスペルガーっぽい女性と、付き合ってる男性が読むと、いいことがありますよというか、参考になりますよって本ですね。なんか男性向け、女性向け、男性向けの順で、並んでますので、ぜひですね、この2冊の本も合わせてチェックしてみてください。というわけでですね、今日続きの動画、今日の夜9時から、ASD の持つ、ASD の持つ、8つの特殊能力、ASD、アスペルガー症候群、自閉症スペクトラムというですね、進化の秘密ということで、ASD、アスペルガーや自閉症スペクトラムの、才能を生かすための方法をですね、9時から、動画配信で、Dラボの方で解説します。今なら20日間無料でどなたでも見れますので、ぜひですね、チェックして動画見てみてください。それではまた、次回の放送でお会いしましょう。続きは、9時から Dラボの方から、どうぞコメント欄の方から見れます。それではまた次回。